ねえ。あんたさ、この間もなんか女の人すごい前通る。回りまーす。こっち、平行いたからね。回りまーす。とか言って。英国史スタッフ目の前するし。カメラ回す時の緊張感で誰してんのって。はい、ということで、担任勘定、はい、1年間を振り返る。はい。1年経ったということで。早かったね。早かったね。何本撮ったんですかね。多分110本ぐらいってます、ね。そんな撮ったんだ。そのぐらい結構撮ったね。ほぼ覚えてないよね。覚えてない。覚えてない。初回とか覚えてます。何も覚えてない。なんか位置が違うってだけしか覚えてない。あんたこっちに座ったもんね、最初ね。そうだね、私が一番前にいたもんね。うん、あれよ、初めてでいきなりなんかもうゲロの話とかじゃなかったっけ。あたしね、もう吐いたからね、最強なのよ。誰も聞いてないんだよね、それ。さっきのポカリ全部出たもんね。出たよ。ちゃんとね、すっきり。何も変わってないじゃないですか。だとしたら、ずっと私たちゲロで引っ張ってる1年間ですか。ゲロで何とかしようと思った1年間。ハッピーゲロイヤー。何がハッピーよって。ゲロ感情。ゲロ感。ゲロ感。曲感とゲロ感。そんなんばっかりだよ、ね。そんなものに皆さん付き合ってもらっちゃってさ。現時点でだって24万人でしょ。そうですね。1ヶ月で2万人ずつは増えてるってことよね。被害者が増えてくるね。ね、絶対食事中には見れない番組。そうだそうね。でもいつ見るんだろうって。よく言う、みんなが。寝る前。寝る前。ピロートークゲロって嫌じゃない。それより何よりも、これをうまくやってくれた監督に。まあ、ね。いや、しかなかったですね。なん、ね、とかするしかなかった、ね。そうね。あれ。やっぱりテーマを与えられたら、急に喋れないっていう。言うなって言われるとちょっとあれだし、言えって言われるとちょっとあれだしね。わがまま。そうね。本当に出ないですね、もう。ちょっとタイトルを振り返ってみます。タイトル何の当てにもならないですけど、初回が YouTube 始めましたっていう回なんですけど、この回主に、ゲロとうるさいって話しか全然中身ねえじゃねえかよ。で、1年後もゲロとうるさい。変わらない、変わらないね。変わらないってでもすごくいいことよ、ね。まあそうね、え、逆に2回目って何だったんですか。 YouTube 始めましたの次、はい、YouTube を始めた理由なんだろう、なんかちょっとしょうもないよね。知らねえよって感じ。勝手に始めろよって感じで、からの第3回目は最近の若い子についてババアなんだよ。なんか情緒が危ないよね。若い子に文句言って、さらに次の回は YouTuber に文句言って文句しか言ってないのね。で、その YouTuber への勢いが衰えないまま、次の回で謝罪動画をする YouTuber に対して文句ばっかりじゃん。意外と第1回目の時にりょうさんの電信柱と喧嘩するが出てるんですよ。1回目なんだ。1回目なんだ。おい、てめえに言ってるんだ。あのさ、それぞれなのってわかる。そうだね。っていうか1回目に出すのってちょっとアウトだよね。それこそ本当にお前誰だったんじゃない。だってさ、かまたくんは有名じゃん。ゆうじはかまたくんのツイッターの動画に出てたじゃん。そうだね。あ、マジ誰だよってなった上に電信柱の会話して、え、誰かわかんないやつのなんか動画見たって、だからお前誰だよみたいになったよね。あとは何だったの。爆誕した時の話。何が、私たちが。そうですね。もうこれ当てになんないですかね。ね、まあタイトルつけるのも難しいもんね。まあそうだね。よくつけるよね、今も。もう色は適当ですよ。言っちゃったよ。タイトルは適当。うん。見てる人ももう分かってると。ああ、なるほどね。どん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 ね、なんかクオリティも上がっていってるしね。あの編集の、ね。いや、なんかほら、色使いがこう、なんか派手な色になってきたじゃない。目を引くような。エフェクトとかも。あ、そう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 。あと、効果音とかちょっとやってみちゃったり。あんたはやってないけどね。うちらは一切やってないから、ね、まあ確かに
監督が思うめちゃくちゃ面白かったっていう回あるんで、やっぱ質素回は質素ね、質素回、はい、全然怒んの、え、違う、え質素質素何私さ、この間さ、久しぶりにさ、歯医者さん行ったのね、最後。あの、うちでは最後、あと3分間だけ、あの、フッ素の、歯かぶるやつがあって、虫歯にならない。フッ素を3分やるので、とか言って、起き上がってくださいって言って、もうずっと入れたまま、すっごいもう、笑いをこらえるのにしてなの。思い出しちゃって。しかも、綺麗に、ウィーンってこう。シッソのようなフッ素で、しかもそのシッソの時だよね、このアリちゃんも。あ、そうだね。シッソの後、アリを描いたら、うん、このよくわからないのが出てきたら、ね、この何かよくわからないものがね。ついにパーカーにもなっちゃって。昆虫のアリをなるべく正確に描いてください。あ、無理。はい。せーの。で、これは何？アリ。いや、知ってる、アリってね、体が3つぐらいあるのよ。で、そっからないよ。いや、あ、でも体3つはない。え、ない、体3つはないよ。あ、だってほら、うん、頭、え、だから、いや、あ、4つじゃん。昨日さ、お客さんに、え、何オリンピックとか言われて、いや、2個足りないしさ。だから1個じゃん。1個だよ。上が3個でしょ、下が2個でしょ。そう、だから1個でしょ、足りない。あ、そっか。もう数もでも、コミケって何で出たんだっけ。コミケは、コミケは細かいを言おうとしたら米系って言っちゃったね。あ、なんかあの、あれじゃない、なんかボンドでなんか作るみたいな話だった。あー、そうだ。物作るのは好きだったけどね、米系ことが好き。米系こと、米系こと、江戸っ子か孫悟空しか言わないわ。米系だよ。米系ことが好き。結構さ、そう考えるとさ、なんか間違った言葉とか結構出てるよね。あ、喋りーなとかもそう。喋りーな。すごい、一番今日目開いたよ、あんた。いいよ、じゃあその場合とちゃんと喋りーな。喋りーな。でもその喋りーなが出たから、あのお料理動画も出た。あ、喋りーな。そうね、喋りーなキッチンね。そう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 。結局あんたなんだよ。物事の始まりは大体あんたからなのよ。そうよ。岸田ってそうだし。そうよね。でもほら、なんか鎌田くんもなんかちょっと天然も出てきたしね。うん、そうね。絶対に認めないよね。だって天然じゃないもん。天然の人は認めないのよ。だから。え、天然じゃないべな。ないべな。ないべな。でも一番自分的に好きなのになる。あ、でも私嘘発見機かも。あ、そうなんだ。うん、でもあれ面白かったよね。嘘発見機好きよ、あれ。生きてる。実は、はい、死んでいる。はい。はい、でしょ。あれ、ピコリポンってなったから死んでいる。生存確認生きながら生きてる生きてる一歩間違えたら本当にただのホームビデオだよね。そうだね。それかもうあれラジオ体操のどっちかだもんな。あ、でも私やっぱ女優のやつとか好きよ。カード引いてなんか。チーム運ね。あ、そう、チーム運の感じ。あ、でもあの時の顔をちょっとここで食って乗せてほしい。チーム運の時の顔。ほんとバカな顔。何の疑いもなく。すごい、だって前に出てきたんだろ。そうチーム、すごい顔してたよね、ほんとね。じゃあ、次行きまーす。はい、じゃん、チーム、うん、あ、チームじゃない、チームじゃない、チームじゃない、
九時テーマって言ってたしね。多分そうなの、ね、言ってんのよ。聞いてないんだろうな人の話。もうね、あんただけ笑ってない回がいっぱいあるからね。本当にさ、うちらにハーとかやってるんですよ。なんか、俺ってこっちゃってる時はもう。あるある。自分の話じゃないとさ、全然こっち見てないと。そんなことなくない？あるわよ。いや、ある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 。そうね、でも、私はでも生地が好きだったよ。あー。もう意外だよね、あと生地が好きだった。私、あの生地がすごい刺さっちゃったの、なんか。犬と猿と生地と、鬼。鬼書いて。単体がすごいのよ。生地が手書きのいい味がね。はいはいはい。出てた、あの躍動感ね。そう、あの良かったもの。もう書けないよね。一覧みたいかも、なんか。あ、うちら携帯で見た方がいい。あ、そうだね。そうね、菅さんもね、来ていただいて。そうね。まあね。全てはまたそこから始まってるからね。あ、そういえばそうだね。コラボ。箱の中身、なんだろうな、もやったね。やったわね。あと物壊すやつもやったよね。あ、やったわね。あ、で、料理もやったじゃん。なんだっけ、ロコモコサルサソースみたいな。なんだっけ、サルサトーレみたいなやつ。ロボサルタードじゃない？ウェボスランチェロス。あー。ちゃんと牛肉のトマト煮込みになったやつね。うまかったやつ。うまかった。アスレチックもやったね。やったね。やったね。あ、四文字熟語の説明ね。私がしたやつ。って思うと、なんかいろんなとこにも行ったね。あ、あとほら、私、チューリップじゃなくてひまわりが入ったんですよ。小学校2年生の時に、みんなでチューリップ植えたのね。うん。まあ、じゃあ咲きましたっていう時に、私だけひまわりが入ってた。本当に。だから、私の目だけひまわりだったの。いや、本当にこれマジで。こんなこともあったのよね。あ、なぞなぞね。あ、私らが疲れちゃったやつね。あの、りょうちゃんが答えの一歩手前までもう行ってんのに。サンドイッチじゃない、それ。あ、そう。同じ学校に通う太郎くんと花子さんは、運動会の日も遠足の日も音楽会の日も同じお弁当でした。それはどんなお弁当？ランチとか。サンドイッチ。ごめん、汚い声が。正解なんですよ。なんでかを考えましょうか。ああそうだね、確かにサンドウィッチみたいなことあ、サンドウィッチだ。あ、違う、あれ満場一致でもなかった。何わかんない、どういうこと。サンド一致してるからサンドウィッチね、うん、あ答えてるじゃん私。すげえ。才能だよ。やっと開花したね。あー、マッサージ、激痛マッサージ。ハーモニカね。マッサージあれ、あれもちょっと。ハーモニカね。いきます。いきます。3、2、1。今なんか、じゃあ、じゃあ。足か。こんなこと。今いいだって。拭いたわね。てかシンプルに自分らが面白かったもんね。結果別に視聴者とか関係ないもんね。うちらが楽しければいいみたいなさ。あんた大事なのがあるじゃん。ゴキブリの卵。ラムネ事件だよ。あれ好きだったわ。5回ぐらいやってるからね。そうね。別人講話。自分の性格が嫌になった時。うわ、どんな感じ。どんなテクスチャーは。なんか、ひも、ゴキブリの卵みたいな。悲しい時に、悲しい。なんか、めちゃくちゃなんかゴキブリの卵みたいな。マジ正論眼。嘘、ゴリ押しに。テクスチャーを教えてください。ゴキブリの卵。いろいろあったね。監督どうですか1年。毎日楽しかったです。何もう終わりみたいな。いや、終わりか。卒業楽しかった。卒業明日一人だけ置いて帰るよ。山奥の途中で。ちょっと監督落ちたとってきてとか言って。1年の感想答えたらね、こんなに。
まあでもほら監督もいろいろね、メンヘラちゃんっていう感じも分かっちゃったしね、この1年でね、バカだってことも分かったし、そうだね、七面鳥の蝶が書けなかったんだっけ、鳥だからね、あれ漢字の鳥書けない、私でも書けるよ、30年はどうかしら、下の点々がたまに難しい、なんか何個だったっけ、たまに5個書いちゃうときある、そこなの、1、2、3、4、あるもう一声みたいな、うん、体力測定もね、あ、あねえ、でもイカタバコ吸うわ、あれ今吸うとあれなんか危ないって思ったんですけど、ね、あ